背景仕上げのプチ極意？キャラを引き立てる漫画の仕上げ方。の巻。皆さんこんにちは。ゆきのこです。女子のゆきんしです。それではいきなりですが、こちらのコマをご覧ください。おはよう。おー、かわいい。住宅街の通学路を真横から見たシンプルなカットだね。このコマがどうかしたの？実はこのコマには、間違い、とは言わないまでも、コマを見にくくしているダメポイントがいくつかあるのです。なんですと？でも言われてみると確かに少し見づらいような気がするよ。そのダメポイントたちを修正すると、こうなります。おー、確かに画面が見やすくなったよ。今回の動画は難しい背景の描き方とか、画力の上げ方とかではないんだけど、見づらくなるポイントを抑えて、自然で見やすい画面の仕上げ方を勉強しつつ、画質修正に便利なクリスタの機能を紹介する感じの内容です。なんだか地味な動画になりそう。何よそれでは早速見づらいポイントを見つけて画質修正していきます。まずこのコマのダメポイントその1。キャラと背景の境界が曖昧。ふむふむ。例えばこの辺。髪の毛と葉っぱの黒がかぶってて見にくい。ああ、言われてみれば確かに。あとこの辺も。レンガの線とキャラの線の太さに差がなくてごちゃごちゃしてる。こっちも指とレンガの線が密になってて見づらいね。それじゃあキャラが見やすくなるように画質修正していくんだけど、これにはシーンや作風や絵柄によっていろんな方法があるから一通り紹介していきます。キャラを引き立てる描き方その1。背景描くときに初めからこんな感じにキャラ周りを開けて描く。ああ、最初からマージンを取っておくのね。キャラを引き立てる描き方その2。背景の線をキャラより細くする。おお、キャラが浮き上がって見えるようになったよ。これも初めから細い線で描けばいいんだけど、今回はもう描き終わってたので、線幅修正ツールで補足しました。おお、後からなんとかできるのは便利だね。ラスターレイヤーでも使えるからおすすめです。キャラを引き立てる描き方その3。キャラの線を太くする。おお、キャラがくっきりしたね。手描きで太くしてもいいんだけど、今回はキャラを選択範囲で囲って縁取りします。髪の毛周りの縁は印象が変わっちゃうから消します。同じやり方で白縁を入れても良いね。キャラを引き立てる描き方その4。キャラと背景の間にホワイトを入れる。おお、さっきの白縁を大きくした感じだね。キャラと背景の間にベタ塗りレイヤーを作って、白を選びます。初期状態だと画面全体が白で塗られているので、消去します。これでホワイトを入れる準備ができました。このようにベタ塗りレイヤーでマスクを切り替えながら描くと、どこにホワイトを描いてるか確認できるのでおすすめです。準備ができたので、掛け網の中にあるガーゼのブラシでホワイトを入れます。おお、見やすいし背景に手を加えなくていいから楽だねー。こんな感じで掛け網ブラシとかガーゼブラシでブワーってやってもいいんだけど、こういうパターンブラシだと少しデジタル感が強くて嫌なので、別の描き方として、この有線ブラシを使ってホワイトを入れてみます。この有線ブラシは平行線上下にスナップできるブラシで、なぞったところに設定した線をたくさん引くことができます。おお、この前の動画の集中線ブラシみたいだね。まずキャラと背景の間にベクターレイヤーを作って、平行線上下を水平に設置して、描画色を白にして、キャラの周りを有線ブラシでなぞっていきます。おお、さっきよりアナログ感があって良いねー。別のレイヤーを作って、縦方向にも有線を入れて掛け網にします。平行線上下を垂直にしておくと、同じ有線ブラシでも自動で縦方向にスナップしてくれます。方向を変えるたびにいちいち設定を変えなくて良いのは便利だねー。ちょっとこのままだとどこに白を入れたかわかりにくいので、ホワイトの確認用に黄緑のレイヤーを挟みます。有線を加湿したり、変形して調整していきます。おお、ベクターレイヤーに変えたから、線が一本一本生きてて、まとめて調整できるのかー。ただの掛け網ブラシで描くより、断然調整が楽なのです。ベクターレイヤーの複数選択と編集方法については、以前のこの動画を参照してください。調整の結果、このようになりました。おお、良
より自然にキャラが見やすくなったねー。ちょっと線が細い気がするから線幅修正で太くしちゃおう。うわー、調整の自由度が高すぎる。この優先ブラシは概要欄にリンクを貼っておくので自由にダウンロードして使ってみてください。このコマのダメポイントその1、キャラと背景の境界が曖昧についてはこのくらいにしておきます。ではここで皆さんにクイズ。このコマのダメポイントその2は何でしょうか。どこだろう。この火の用心がなんか目立ってるとか。大正解。火の用心と雪の故障点。このコマのダメポイントその2は背景の文字の主張が強すぎるです。背景の文字というのは視認性がとても高くて、本来キャラや吹き出しのセリフに向かうはずの注意が背景の文字の方に無駄に分散してしまって、キャラやセリフに向くパワーが落ちてしまいます。なるほど。お話に関係ない要素が主役の要素の邪魔になってるのか。それでは文字に注目が集まらないように調整する方法をいくつか実践してみます。まず方法の一つは掛け網や流線などで削りを入れることです。文字の黒を薄めるような感じで削りを入れます。おー、だいぶ落ち着いた感じになったね。二つ目の方法は文字が断片的になるよう崩すことです。まず文字を選択して新しいレイヤーに縁取りして、白抜きの文字を作ってから文字がギリギリ読めないくらいに交点部分や先端、長い線の中間部を消していきます。おー、これもかなり見た目がスッキリしたね。最後の方法は文字を白文字にしてハーフトーンと組み合わせる方法です。まず文字の下に流線を書いてハーフトーンの土台を作ります。次に文字を編集メニューのフィルタ、階調の反転で白文字に変えます。ちょっとだけ部分的に加筆して文字が書いてある感を出します。おお、こっちも文字とわかるけど控えめで目立たなくなったね。これが調整前で、調整後はこうなりました。おお、視線が散らずにキャラに向かうようになった気がするよ。コツは文字のコントラストをいい感じに減らして視認性を落とすことだよ。最後のダメポイント、コマの下の角の方がちょっと白い。そこそんなに白いかな。これは重箱の隅をつつくような話なんだけど、陰影のバランスがこんな感じにスポットライトが当たってる感じの方がキャラが目立ちやすいんだよね。キャラから遠い場所がキャラ周りと同じ明るさなのは良くないってことね。そういうことです。ちょっとだけ影みたいな線を描き足してコマの真ん中に少しでも注目がいくようにしました。これでダメなポイント修正はもう終わりかな。とりあえずはね。最後にもう一つ、修正ってわけじゃないんだけど、キャラを引き立てる方法として定番の技法ぶち抜きをやって終わりたいと思います。やり方は簡単で、こんな感じにマスクをしてあるキャラホルダをコマの上に持ってくるだけです。おお、キャラがコマ上に来たことでキャラがぐんっと前に出てきた感じが出た。ちょっとわかりにくかったからもう一回、色分けするとこんな感じだよ。注意として、ぶち抜きしたいキャラはあらかじめ他のキャラとレイヤーを分けておくと良いよ。というわけで完成です。以上、キャラを引き立てる仕上げ方講座でした。やっぱりいつもと比べると地味だったけど、大事なことばっかりだった気もする。今回一番伝えたかったことは、線一本単位で読みやすさが変わってくるということです。漫画が読みづらいと、読み終える前に読者は離れていってしまいます。お話の面白さにたどり着くまで読んでもらえないってことだね。今回紹介した技術や視座を参考に、プロの漫画を見て、どのような仕上げをしてるのかをよく観察して、自分の漫画を描くのに活かしてください。線の一本でさえ、読みやすさに影響するということを忘れないでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。